トヨタの今後にはリスクもある。ただそれでも販売のトヨタは強い。であればトヨタの利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるか。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はトヨタ株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は上がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、トヨタですけれども、今回24年第2四半期決算ということで、はい、最終の当期純利益がプラス 121.1% ということで、昨年の 2.2 倍という数字を発表しています。はい、すなわちですね、第1期にですね、当期純利益を 1.3 兆円稼ぎましたと。で、第2期も 1.3 兆円稼ぎましたということで、合計 2.6 兆円の純利益ということですね。はい、なので、過去だったらですね、1年間で稼いでいた純利益をトヨタは今年わずか半年で稼いだという決算になっています。はい、まさにですね、超絶決算ということですね。はい、ちなみにですね、トヨタですけど、今年1年間での業績予想、今半年で 2.6 兆円という数字をもう実際決算という形で発表しているわけですが、1年間の会社が出している業績予想としては、売上43兆円、利益4兆円という業績予想を出しています。はい、でこの、売上とか利益っていうのはどれくらいすごい数字なのかということなんですけれども、はい、あくまでですね、イメージだけで言うならばこれぐらいすごいということで、はい、売上で言うとですね、昨年のですね、例えば Google とか Microsoft とか Meta よりも多いという数字が、今年の業績予想43兆円ということです。はい、比べている数字は昨年の数字 なのであくまでもイメージということになりますけれども、イメージだけで言うならば昨年の Google、Microsoft、Meta よりもトヨタは稼ぐということですね。はい、で今度は当期純利益だったとしてもですね、はい、昨年のメタよりも稼ぐということですね。はい、なのでガーファムというふうに呼ばれているわけですけれども、そのガーファムの中に入ったとしても当期純利益はトヨタの4兆円というのはすごいということです。はい、つまりですね、トヨタより稼ぐ企業っていうのはたとえ全世界で見たとしても、指を折って数えられるほど少ないということですよね。これが売上43兆、純利益4兆円という規模ということです。はい、にもかかわらず、時価総額はですね、どういう評価になっているかということなんですけれども、はい、Apple が429兆円、Microsoft が408兆円、で、Google が251兆円ですね。で、当期純利益の順番で言うと、トヨタが次ということになるわけですけど、トヨタは46兆円ですね。で、メタが82兆円で、Amazon が222兆円というふうな評価になってますということです。はい、なぜということですね。はい、で理由はもちろんなんですけど、今後の利益成長への期待が違うからということで、時価総額っていうのを分解するとですね、実力×期待なんですよね、一言で言うと。だから実力っていうのは当期純利益で測ってるわけですけど、期待っていうのは今後どれぐらい利益成長するのかっていう、ある意味株式市場の感情というか、思いというのが入ってるということですよね。純利益という実力で見ると、もうガーファムの中に入っても遜色がないぐらいの規模が純利益4兆円ということになるわけですけど、じゃあ時価総額が全然ですね、はっきり言ったらガーファムの方が大きいというのであれば、それはですね、ガーファムの方がまだ今後も利益成長するっていうふうに期待されてるからということです。はい、しかしそれにしてもですね、トヨタの時価総額っていうのは過小評価しすぎじゃないかということです。1年で純利益を4兆円稼ぐっていうのは、世界で見たとしても、はっきり言ったら本当に指を折って数えるぐらい少ないのに、それにしても時価総額の評価がちょっとトヨタに関しては低すぎないかということです。はい、ということで、今回のトヨタの超絶決算にですね、あえてケチを2つつけてみるということで、はい、こういうですね、はっきり言ったらリスクがあるんで、だから株式市場はですね、トヨタに対して、他のですね、アメリカのガーファムほど期待してないんだみたいな、そういうですね、期待しない理由っていうのをあえてですね、2つですね、今回は挙げてみたいと思います。
います。はい、すなわちということで、一つはですね、トヨタが今回ですね、電気自動車の販売目標というのを下方修正をしているというのが一点です。はい、でもう一つは中国市場でのですね、利益っていうのが減少しているという、今回はこの2点っていうのをですね、ちょっとあえて、2つケチをつけてみたいと思います。はい、で最初にということで、まず電気自動車の販売目標下方修正ということなんですけど、はい、この電気自動車っていうのはですね、完全なですね、100% 電気自動車ということです。いわゆる、電池、インバーター、モーターで走るっていう、そういう電気自動車ですよね。バッテリー EV というふうに呼ばれているものですけれども、はい、こちらに関してトヨタっていうのは今まで非常に消極的だったわけですよね。やっぱりトヨタの主力っていうのはガソリン車であり、2番目はハイブリッドということだったので、いわゆる 100% の電気自動車、いわゆるそのバッテリー EV というのにに対して、トヨタは非常に消極的でしたということです。はい、だから販売台数としては20年が0万台、21年が 0.6 万台、22年が 1.6 万台、23年が 3.8 万台だったわけですよね。年間で1000万台売るトヨタグループで、電気自動車に関しては 3.8 万台しか売ってないということです。で今年度24年度っていうのは、当初はですね、今年は昨年の 3.8 万台の 5.4 倍、20.2 万台売るという、そういう販売目標っていうのを当初は出してたんですけど、半年経った現時点ではですね、それを下方修正して、今年24年は 12.3 万台ということで、39.1% の販売目標のですね、下方修正っていうのを出しているということです。はい、なので、今年24年度もですね、ガソリン車の結局販売割合っていうのが 62.7% ですということですよね。だからトヨタっていう会社でですね、車を売るというのであれば、6割以上はやっぱりガソリン車を売るということですよね。でハイブリッド車ですね、ガソリンとですね、電気モーターでの両方というのが組み合わさっているものというのが、ハイブリッド車 34.6% ということなので、ガソリン車とハイブリッド車を足せば、合計は 97.3% ということですよね。でそれに対して、PHV ですね、プラグインハイブリッドというふうに呼ばれているものですけれども、これはハイブリッドはハイブリッドなんですが、実際はですね、その電気でですね、充電ができるという、そういうハイブリッド車ですね。だから基本的に何に入るかって言ったらハイブリッド車に入るんですけれども、ただ、その電気で充電ができますということです。はい、だから基本的にはですね、例えば高速道路の高速運転とかっていうのをしなければ、結構電気自動車っていう、そういう要素が非常に強いのが、プラグインハイブリッドということですよね。で BEV っていうのは、これはバッテリー EV というふうに呼ばれてて、そもそもですね、もうはっきり言ったらガソリンとか、エンジンというのを必要としてない、もう本当に電池、インバーター、モーターで走るというのが、バッテリー EV ということですよね。で各国政府がですね、例えば中国政府だとかアメリカ政府とかっていうのが、結局いわゆる補助金を出して普及を図ってるっていうのが、PHV、プラグインハイブリッドと、それから BEV ですね、バッテリー EV と、この2つに関しては中国政府とか、もしくは米国政府とかが補助金を出して、普及っていうのを図ってるわけです。はい、でこれに関しては、トヨタはですね、今年24年度も、販売してる自動車の、わずか 2.7% にとどまるというような、そういう販売目標が出てるということです。はい、なのでですね、電気自動車の目標の下方修正というのは1点ですね。はっきり言ったら懸念されるということです。はい、でもう1点としては、中国での利益減少ということですね。中国市場での利益減少、これもですね、はっきり言ったら懸念ということです。はい、でトヨタの中国市場というのはですね、昨年と今年の半年半年ですね、4月から9月の、6ヶ月というのを比べたときに、昨年に比べて今年は中国市場で営業利益がマイナス 23.5% というふうになっています。はい、なおですね、今ですね、中国市場で起きていることっていうのは、一体どういうことが起きているのかっていうことなんですけど、はい、一番大きいところではですね、中国の不動産市況っていうのがとにかく低迷しているということですよね。中国っていうのは、ここのですね、直近30年っていうのでものすごい高度経済成長したわけですよね。だからちょうど日本
本がバブル崩壊してですね、まあ、日本がまあ例えば失われた20年とか失われた30年とかっていうことで、まあ、日本はこの30年間ですね、まあ、はっきり言ったら給料が上がらないみたいな、まあ、そういう30年間だったわけですけど、まあ、逆に中国に関してはこの30年っていうのはまあ高度経済成長ということでものすごく経済成長して、まあ、世界第2位の経済大国になったということですよね。でその一番の原動力って何だったかって言ったら不動産だったんですよね。やっぱり不動産っていうのはすごく動く金額が大きいので、だからまあその不動産ですよね。で不動産開発して、そしてまあ建築建設っていうのがまあはっきり言ったら中国のですね高度経済成長っていうのを引っ張ったということです。はい。ところがですね、やっぱり中国の中でまあそういった不動産開発とか建築とか建設とかっていうのがどんどん盛り上がっていって、まあ当然ですね、まあ不動産っていうのは動く金額が大きいので、まあ借り入れっていうのがまあセットになるわけですよね。不動産開発するってことになると、まあ、銀行から借り入れをして、で借り入れが行われた状態で、まあ、開発してですね、まあ、例えば高層ビルとかっていうのがどんどん建っていったという、まあ、ところがあったわけですけども、そうなった時に、まあ、中国国内の中で、まあ、格差っていうのがかなり大きくなってきたんですよね。でそこで、まあ、中国政府っていうのが少しこう方針が変わったというか、まあ、昔の中国共産党の方針に、まあ、戻っていってるということで、はい。まあ、少し前まではですね、まあ、はっきり言ったら中国の中でですね、まあ、はっきり言ったら富裕層が、まあ、出たとしても、まあ、その富裕層が先にお金持ちになって、後の中国国民がですね、その富裕層に、まあ、追いついていけばいいっていうような考え方っていうのをですね、まあ、一時、まあ、中国政府っていうのは取っていたんですけれども、まあ、それがまあ中国共産党のもともとのですね、まあ、みんなで一緒にまあ豊かになりましょうというその共同富裕っていう考え方にまあ戻ってきてるんですよね。でそれでまあ例えば格差がどんどん大きくなっていくような、その不動産開発に対するまあ銀行からの融資っていうのに一体こう規制を入れてるということをやりました。だからまあちょうど日本が不動産バブルが崩壊した時に大蔵省がですね総量規制っていうのをやりましたけれども、まあ、あれにかなり近い状態っていうのがですね、まあ中国では一回起こっているということです。はい。そうするとまあ借り入れができないということになると、まあ、不動産っていうのが一気にまあ動きが悪くなるということで、まあ、中国の不動産市況っていうのがまあ低迷しているっていうのがまあ現在ということですよね。でそうするとまあ中国の高度経済成長っていうのをまあはっきり言ったら牽引してた、引っ張ってきてた不動産っていうのがまあ低迷しているので、だからまあ中国のですね、まあ、それ以外のまあ例えば消費市場とかっていうことですよね。まあ、今回で言えば自動車ということになりますけど、まあ、例えばその自動車のですね、まあ、電気自動車とかの売れ行きっていうのもまあ過去ほどですね、まあ、すごく活発に動かないということで、まあ、不活発化してきているということですよね。だから経済全体がですね、まあ、高度経済成長がまあ止まっている状態ということになってます。はい。そうした時に、まあ、需要と供給って言った時に需要が鈍くなってるわけですよね。で供給は活発なわけですよ。ってなると、まあ、需要は低迷してで供給は活発のままっていうことになると、まあ、結局企業からすると非常に厳しい状態になっているということで、まあ、結局どんどんでですね、まあ、はっきり言ったら例えば自動車なら自動車、まあ、中国が一番伸びているのは電気自動車ということになるわけですけど、まあ、その電気自動車をたくさん作ったとしてもあんまり今までみたいにですね活発に動かないと売れないということになるので、まあ、中国のですね現地企業による価格競争というのが激化しているということですよね。中国も結構二極化してるんですよね。だから例えばアメリカのテスラとかですね、まあ、はっきり言ったら1台の電気自動車っていうのはかなり高いものが売れていたり しますし、まあ、もしくは中国の BYD とかっていうのも、まあ、ある程度のですね、まあ、それこそ日本円にしたら1台400万円ぐらいの、まあ、電気自動車っていうのを売ってたりするわけですけど、まあ、他にですね、まあ、全くその中国の現地企業がですね、まあ、1台100万円を切るような、まあ、1台60万円70万円みたいな電気自動車っていうのも中国では売られていたりするんですよね。だから結構こう品質とか価格にかなりこう差が出ているわけですけど、いわゆる安い方ですよね。安い方の中国の現地企業が提供しているような自動車っていうのの、まあ、価格競争っていうのが非常に激化しているということです。で、まあ、需要と供給の関係からですね、まあ、中国国内だけでは全部売り切らないということで、まあ、結局中国の現地企業がですね、まあ、例えば東南アジア、タイとかにですね、まあ、安い電気自動車っていうのをまあ輸出を始めていたりとか、まあ、今はそういう状況になってますということです。だからまあ中国の中で自動車っていうのが、まあ、かつてほどまあ高成長してないというのが一つとですね、まあ、価格が下落傾向であるというのが、まあ、今中国市場で起きていることということですね。
はい、そして、まあ、今後だったとしてもですね、まあ、中国の現地企業のシェアが拡大していくっていうのが、まあ、見込まれているということです。はい、まあ、このグラフに関しては縦軸がですね、まあ、パーセントシェアですね、まあ、その中国市場における、まあ、シェアっていうのが縦軸です。はい、で横軸は2019年、20年ということで、まあ、都市が、まあ、横軸になってますということですね。で一番上から見ると、一番上がですね、まあ、緑色ということになりますが、まあ、こちらの方は海外ブランド内燃機関ということで、まあ、いわゆるエンジンで走るですね、まあ、ガソリン車を提供している海外の企業ということです。はい、だから例えば日本のですね、トヨタ、ホンダ、日産ですよね。それからまあ例えばドイツのですね、フォルクスワーゲンとか、まあ、こういった企業っていうのが、まあ、いわゆるこう緑で表されているところということです。はい、で次の2番目のですね、まあ結構こう黄色の部分ですよね。少しこう薄めの黄色の部分というのがですね、まあ、これが中国ブランドの内燃機関車ということです。要するに中国で結局ガソリン車ですよね、まあ、エンジンを使ったガソリン車を作っている企業というのが薄いですね、まあ、薄めの黄色のまあグラフということになります。はい、で途中で出てくるですね、途中で出てくる今度は水色の部分ですね。で水色の部分っていうのはこれは海外ブランド新エネルギー車ということで、はい、中国にとっての海外ブランドで、なおかつですね、まあ、プラグインハイブリッドもしくはまあバッテリー BEV ですよね、まあ、本当の純粋な電気自動車、まあ、こういった自動車を提供している企業というのが、まあ、水色ということになるので、まあ、これはもう典型的にまあアメリカのテスラとかが中心ということです。はい、で一番下のですね、まあ、濃いオレンジの部分ですね。濃いオレンジの部分っていうのが、まあ、中国ブランドの新エネルギー車ということで、これがですね、まあ、中国現地企業の、まあ、いわゆる電気自動車を作っている会社ということになります。はい、そうした時にじゃあ中国市場でのシェアっていうのは、まあ、どういうふうになっていくっていうふうに見込まれてるかっていうことなんですけれども、はい、まずは緑色のですね、海外ブランド内燃機関車とということで、例えば日本の、まあ、トヨタ、ホンダ、日産、それから、まあ、ドイツのフォルクスワーゲン、こういった企業の、まあ、シェアっていうのは、まあ、どんどん低下していってるということですよね。まあ、22年までも低下傾向であり、それが、まあ、今度ですね、まあ、30年に向けてさらに低下していくっていうふうに見られているということです。はい、そしてその次の、まあ、水色のですね、海外ブランド新エネルギー車、まあ、これは、例えばアメリカのテスラを中心とした企業ということになりますけど、この、まあ、ですね、水色に関してはシェアが伸びていくんじゃないかというふうに見られているということです。はい、そして、まあ、この黄色のですね、中国ブランド内燃機関車ですよね。中国の現地企業でなおかつガソリン車を作っている企業っていうのは割合はどんどん減っていきますということですよね。で最後一番下の濃いオレンジのですね、中国ブランド新エネルギー車の割合っていうのは、まあ、2030年に向けてどんどん増えていって、もうそれがですね、まあ、要するに中国市場は中国の現地電気自動車の会社が、まあ、シェア 60% 近くになるというふうに、まあ、見込まれているということです。はい、だからこの傾向っていうのは、まあ、今後も続くっていうふうに見られてて、中国市場は、まあ、今現時点では世界最大の自動車市場ということになるわけですけど、まあ、アメリカよりも中国の方がですね、まあ、例えば1年間で2000万台とかという形で、まあ、最大市場ということになっているわけですが、まあ、今後2030年に向けて、まあ、どんどん中国の現地企業の電気自動車を提供している企業のシェアっていうのが拡大するというふうに見込まれているということです。逆に言えばトヨタとかっていうのは、まあ、今たとえガソリン車とかですねが、まあ、中国で売れていたとしても、まあ、シェアはどんどん低下していくっていうふうに見られているということです。はい、なので、まあ、電気自動車のまあ目標をですね、まあ、トヨタが今回販売目標というのを下方修正しているということと、まあ、中国でのですね、中国市場におけるまあ利益っていうのがまあ減少しているということで、はい、まあ、トヨタの今後にはですね、まあ、リスクもあるということです。はい、だからですね、確かにですね、まあ、今回のようなまあ超絶決算っていうのが長期的にも続くのかということに関して言うと、まあ、今回はですね、まあ、リスクを割り引いて、要するに電気自動車というリスク、中
中国市場というリスク、まあ、このリスクっていうのをまあ割り引いて、まあ、保守的に見ておきたいと思います。はい、だからまあ超絶決算ということで、じゃあ今後5年、10年、15年ということで、まあ、どんどんこの勢いでまあ伸び続けていくのかということで関して言うと、まあ、保守的に見ておきたいということです。はい、ただですね、それでもですね、やっぱ販売のトヨタは強いと言わざるを得ない、まあ、それぐらいやっぱり今回の決算というのはすごかったということです。はい、今回のこの図に関してはですね、一番左っていうのが昨年の営業利益、当期純利益ですね。昨年の当期純利益ですね。まあ前半6ヶ月半年での上半期での当期純利益ということになりますが、まあ、これが1兆1414億でしたと。1年前の半年ですね。はい、それにまあプラスっていうのがまあ積み重なっていくということになるわけですけれども、はい、まず為替変動の影響がプラス2600億ですということですよね。はい、で、まあ、赤はマイナスということになります。はい、で、緑のですね、まあ、プラス1兆2900億ですね。1兆2900億。これが一番大きな要因ということになるわけですけど、はい、これがまあ結局、まあ、今回の超絶決算の一番大きな原動力になっているということです。はい、これは営業面の努力ということですよね。要するに販売のトヨタですよね。まあ、昔過去20世紀にですね、販売のトヨタ、技術の日産というふうに呼ばれてたわけですけど、まあ、トヨタっていうのはその売るという力ですよね。まあ、例えば日本だったら、全国の代理店とかですよね。まあ、そういう販売網の構築とかっていうことで、まあ、売るのが強いのがトヨタっていうふうに、まあ、過去からまあ言われていたりするわけですけど、まあ、今回の超絶決算っていうのはまさに営業面の努力ということで、販売台数が増えましたと。で、実際ですね、まあ、より高単価のですね、まあ、車種っていうのが売れていきました。まあ、これが昨年に比べて半年間でプラス6400億、純利益プラスということですよね。あとは、まあ、値上げっていうことで価格改定でプラス6750億。ということで、まあ、この販売台数増やしました。で、売る車種っていうのの構成が変わりました。で、実際値上げで価格改定が行われましたということで、半年間で、まあ、結局利益面純利益でプラス1兆2900億という数字が出ているということで、まあ、販売のトヨタは強いと。で、この強さが、まあ、今回の超絶決算という数字に出ているということです。はい、よって、まあ、トヨタをまとめていくと、はい、トヨタは年間の純利益 2.6 兆円っていうのを今期はですね、まあ、年間で稼ぐ、今までだったら過去だったら年間で稼いでたものを今年は半年で稼ぎましたという、そういう超絶決算を発表していますということですよね。で、まあ、今期の年間っていうのはまあ4兆円っていうのをまあ会社としては業績予想として出しているということです。はい、で、まあ、電気自動車とかっていうことですよね。まあ、電気自動車に対してトヨタっていうのは今までもずっと消極的だったわけですけど、今期に関してもですね、まあ、はっきり言ったら販売目標っていうのを下方修正しているということです。はい、そしてもう一つは中国市場が減益になっているということで、まあ、そういったリスク要因というのはあるんですけれども、それでもですね、まあ、販売のトヨタはやっぱり強いという、まあ、決算の数字になってたということです。はい、であればトヨタの利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということですけれども、53兆円になるということですね。はい、では株式市場の評価であるトヨタの時価総額はいくらで評価されているかということですが、46兆円で評価されていますということです。はい、すなわち企業価値53兆円に対して時価総額は46兆円の評価なので、はい、割安ということですね。価値に比べて時価が安いということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、トヨタの今後の株価はですね、2818円が3236円まで上がるというふうに予想します。はい、ということで今回はトヨタ株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は上がるというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ということですね。はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、まあ、EV 戦争の覇者という、まあ、動画ですね。はい、こちらに関しては広告案件ということになります。今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者という価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。3点目です。
AI 革命 2.0 ということで、広告案件です。これから来る大いに期待されている AI に関連して、AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう